まあ、家から出てくるときはこれで出てくるっていう、そういったそういうこうノイズでもありたいんですよね。やっぱりなんかこう、こんな格好でお店入ってても誰も振り向かないとか、誰も文句も言ってこないとやっぱりちょっと寂しいっていうのはあるんですよね。もしも知らない私を全部消える。今日本ではこう LGBT ブームと言われるような状況だと思うんです。可視化していく、見えるようにしていくっていうのがすごく大事だと思ってるんです。一方でそのこうできるだけマジョリティと圧力を起こさないっていう考え方もやっぱりあるわ。家族の時間とか形が日本の伝統が壊れ、海外でいうとパピープレイ、SM プレイの中の一種ですかね。そして他人を傷つけない限りにおいては人間ってもっと自由であるべきだと私は思う。昔はもっとクエアとかゲイって言っちゃえばもう全部含まってるのに、なんかもう今 LGBTQAP。 仕事は歯医者さんです。大学教員です。僕はまあトランスジェンダーの、まあ、レズビアンなのかバイなのか、まあ、ちょっと今は模索中。仕事はゲイバーのマスターをしてます。楽しい、毎日楽しい。すごい草しいを感じたので、どうなりますかって、はい、ちゃんと正常に戻っていける部分も戻っていけなくなってしまいますよねっていう。言われちゃうのも嫌だって、病気じゃないもん別にって、だってそれが自分なんだから。もともとはクイアって言葉はあいつらおかしいっていう意味で使ってるんです。要するに自分たちが正常だと思ってる人たちがあの人たちはおかしいよっていう意味でクイア。言ってる方もクイアだよ。そう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 、こっちからすれば十分クイアです。